のむらんチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は初心者向けてのテンプレ編成解説ということで、技法記の紹介をしていきたいと思います。この編成はですね、シーズン3から組むことができるテンプレ編成で、非常に強いですので、よく知らないという方はですね、ぜひ覚えて帰っていただけたらと思います。よろしくお願いします。まず、使用武将なんですけども、曹操、郭、テイク、この3人で組むと、強いという編成になっております。各がですね、シーズン3から登場するということになってますので、シーズン2以前では組むことができないということになってます。で、型がですね、万能型で、兵種の方はですね、騎兵ということになってます。これはですね、技法騎という名前の通りということになってますね。で、活躍シーズンなんですけども、シーズン3以降だったらずっと活躍してくれます。最新シーズンでもですね、全然強いということになってますので、まあそのずっと同じ編成使うっていうのは飽きてくるところはあるかなと思うんですけども、そういうのが特にないという時はですね、主力の中に一つは組み込んでおきたい編成ということになってますね。ランクアップがあんまり進んでなかったとしても強いということになってますので、非常におすすめな編成ということになってます。で、覚えさせる継承戦法なんですけども、こんな感じになっております。ただですね、結構この技法器って継承戦法の幅はですね、広いんですよね。今表記させていただいている各の継承戦法はですね、混迷乱情と廃中大ということになってますけども、廃中大のところを義書義心なんかにしても強いですね。で、この両方をですね、取っ払ってしまって、憲法破砕と兵務情勢みたいな感じにしてもいいですし、混迷乱情とあと兵務情勢みたいな感じで組み合わせることも可能ということになってますので、いくつかの戦法の中でですね、持ってるものを覚えさせてそこそこ強いというのもですね、この編成のメリットになってるんじゃないかと思いますね。で、曹操の継承戦法は、異部軍民と割骨領土と表記させていただいてますけども、割骨領土のところは、操戦借戦でもいいんじゃないかと思います。ただ、同じ回復戦法でですね、同じぐらいの回復量が見込める非常に優秀な籠城実守というですね、継承戦法があるんですけども、そちらの場合は若干きついかなっていう印象ですね。その理由といたしましては、核がですね、固有戦法で敵味方問わず混乱をばらまくという内容になっているので、メインアタッカーのテイクとかが混乱してしまった時のダメージっていうのがですね、自身に回ってくるとですね、ちょっと厄介ということがありますので、弱体状態を解除できる割骨領土や操戦借戦の方が合ってるんじゃないかと思いますね。で、テイクに覚えさせている戦法は太平同胞と活目相対ということを書いてるんですけども、この太平同胞のところを造兵なんかにするとですね、より硬いということになるわけなんですけども、火力は下がるということになりますね。この辺は好みで組み替えていただけたらと思いますけども、同君でもですね、強いということにはなっております。で、この編成の得意部隊なんですけども、これはですね、まず縦編成に関してはですね、無双できるんじゃないかと思いますね。で、特にですね、投降兵とか肝心兵みたいなですね、その兵士戦法を覚えさせてる部隊っていうのはですね、割とその速攻型とかに強かったりしますし、なんか思わぬ相手にですね、勝つみたいなですね、ちょっと厄介な部隊ということでですね、なんか手持ちの主力でですね、処理できないみたいなことが結構あるんですけども、そういった時のためにですね、この技法器をですね、組んでおけばですね、自身のためにもなるし、同盟のためにもなるんじゃないかと思いますね。縦に負けた記憶というのはですね、特にないですね。僕もこの編成組んだことあるんですけどね、本当に縦に対してはですね、無双できるという印象でした。あと、万能型に関してもですね、強いんですけども、これはですね、もうその編成連動って言うたらいいんですかね。いかにこうランクアップが進んでるかみたいなところがあるんじゃないかと思いますね。同じ万能型対決ということだと、やっぱりランクアップがより進んでる方の編成の方が強いみたいなことになりがちですね。ただ、その、麒麟弓みたいにですね、諸葛亮がいるような万能型の編成にはちょっと弱いということになってますね。理由といたしましてはですね、やはりアクティブ戦法を多く覚えさせてるということになってるので、諸葛亮の固有でですね、アクティブ封じされてしまうとですね、何もできなくなってしまうというところがあります。で、あと苦手な部隊といたしましては、その兵種適性的に相性の悪い槍編成ですね、にはですね、あまり勝てたなという記憶がないですので、そういった部隊とは、まあ、勝負しない方がいいかなと思いますね。あと、速攻型に関してもですね、そこまで強くなかったかなという気はするんですけども、ポコッと勝てたりっていうこともありましたので、苦手って言うてもいいかどうかっていうのはちょっと謎ですけども、まあ、得意ではないかなっていったところですね。
次、編成難度なんですけども、これは A ぐらいになってるんじゃないかと思いますけどね。生殖弓と同じぐらいの編成難度ということになってますね。曹操はシーズン1から登場してますけども、ピックアップで登場しないですし、低配置ということになってますので、なかなか引きにくいですね。で、あとはですね、核がですね、シーズン3限定でさらに低配置ということでですね、入手難度は非常に高いということになってるんですけども、テイクに関してはですね、高配置でシーズン1から登場してるということでですね、そこそこランクアップが進んでる方も多いんじゃないかと思いますけどね、僕なんかでもですね、乾燥してるということでですね、乾燥させた数少ない武将の一人ということになっております。次は遊びで作ったレーダーチャートなんですけども、火力に関しては7か8かっていうところかなと思いますね。結構そのテイクって高火力の武将ではあるんですけども、その戦法がちょっと重たいところがありますので、機嫌が悪いとですね、あまり火力が出ないということでですね、平均したらまあ7、8ぐらいかなっていったところですね。発動しまくったりしたらめちゃめちゃ火力は出ます。で、耐久力なんですけど、これも8ぐらいかなっていう気はしますね。やっぱりイブグミ覚えてるので、その序盤ターンの耐久力っていうのはかなり高いということになってますし、合わせて造幣なんか覚えさせてると、そのダメージっていうのをですね、先送りできたりっていうことになってるので、割と硬いという印象はありますね。あと、回復力なんですけど、これも8とさせていただいてます。滑骨領毒や創生釈戦のようなですね、高級な回復戦法を積んでますし、あと、配中台なんかも回復戦法ですよね。まあ、覚えさせてないパターンというのもあるかもしれないんですけども。で、曹操の固有自体もですね、副将がダメージを与えた、そのうちの割合回復ということになってますので、曹操が非常に硬いということになってるんですよね。なんで、回復力は十分かなということです。で、要機能性状態ということなんですけど、これはそうですね、4ぐらいかなっていうところかな。刮目相対だけになるかなっていうところなんですよね。ただ、刮目相対のその機能性状態回避ですけども、これは非常に優秀なので、まあ4ぐらいにさせていただきました。で、最後、要弱体状態なんですけど、これは8ということにさせていただいてますね。テイクの固有戦法の回復無効であるだとか、あと混迷乱情、核の混乱、あとそうですね、それぐらいかなんですけども、まあ非常に多いということになってますので、相手からしたら結構きついようなですね、弱体状態を付与されることもありますので、まあここも9にしてもいいぐらいかなというところはあるんですけど、まあ一応8ということにさせていただきました。最後、総合評価なんですけども、これは A 返すか迷いましたけど、個人的には S にしたいかなといったところですね。やっぱり実際使ってみて本当に使い勝手が良かったっていうのでですね、太鼓判を押せるっていうのがあるんですよね。技能万能型の編成の中だったらですね、まあ特に強いと言いますか、もしかしたらこれが一番かなっていうぐらいですね、強い編成になってますね。まあちょっと編成難度が高くて、曹操や核のランクアップを進めるのが難しいところはあるんですけども、それでも強いということになりますと、まあ1枚持ってりゃいいっていうことになりますので、そう考えると編成難度も高くないっていうような捉え方もできんこともないですしね。なんでちょっと一度も組んだことないっていう方はですね、ぜひ組んでいただけたらと思います。またこのシーズン3とかやってる方でですね、この技法機見かけたらちょっと警戒した方がいいかなと思いますね。本当に強くて、僕もそのシーズン3の段階ではですね、組むことはできなかったんですけども、対戦してみて、こいつほんまに強いなということでですね、憧れた結果、組むことになって、で強かったという経緯がありますので、まあ、ちょっと要注意の編成ということにはなると思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。